8時を過ぎたら。今からじゃ学校に間に合わない。だから仕方ない、仕方ねえんだ。それじゃあそろそろ行くわ。思ったより随分と早く着いたね。ようこそ。自分の過去と向き合う時間は君に何をもたらしたかな？ヴィーナス。